例え脱成長論みたいなのっていうのが、うん、本当にちゃんと敵を定義できてるのか怪しい気がするんですよで今のま資本主義とかま成長と呼ばれるようなものがあったとしてそれが本当に問題を悪化させてるか考えると事実ベースで言うと怪しかったりしないですかね日本なんか経,経済成長しないが故にますます長時間労働をして ますます、まあ、それでいらないものをこう買わせるためのマーケティングや広告ってとか。まあ、そういうことのこう繰り返しだとすれば、まあ、むしろフレームワークを変えて、ちょっと違うアプローチ。例えば格差をもっとグッとなくしていくとか、逆にいらないものをこう、もうちょっとこう、制限してみたりだとかするとか。なんかそういうアプローチを試すことの方が、むしろこう、環境により良いアイディアとか、こう、格差を是正して幸せになれるような方法とか、まあそういうのが出てくるんじゃないんですかっていうような、 まあこうフレームワークをこうずらしてみようっていうのが脱成長かなと思いますね。